どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、羽田空港国際線ターミナルの、京急の駅にいるわけですけれども、おなじみのねこの場所からのスタートとなります。ちょっとね風邪気味ということでちょっと聞き苦しいかもしれないですけど、申し訳ございません。今回のこの動画では、ダイヤモンド周遊のね東京ニューヨーク往復と、あともう一個ねクアラルンプールに行って、今年のダイヤモンド周遊は終わるわけですけども、今回はね、東京からニューヨークまで、ダイヤモンド周遊行きたいと思います。でですね、今回は、ANA のねマイレージを使った、2万8000マイルを使ってビジネスクラスにねアップグレードさせていただきました。もともと空席待ちをしてたわけなんですけども、なんと落ちてきたんですよね。しかも、今日ね11月の22日なんですけども、ザルームがもう導入されていて、私はね運が良かったことに、そのザルームをね体験できるということで、しかもダイヤモンド修行中ということで、本当にね、運を使い切ったんじゃないかっていうぐらいのね感じなんですけども、今ね朝の6時ぐらいで、もうちょっとねチェックインまでね、6時25分だったかな、チェックイン開始は。なのでもうちょっとね、空港の中で、ね、待ちたいと思うんですけども、ちょっと体調が悪いっていうのもあるんですけども、ザルームね楽しんでいきたいと思います。それではね空港の方に行きたいと思います。それではね6時25分ぐらいになりましたので、チェックイン、ね、していきたいと思います。で、今回もね、あちら、ビジネスクラスのねチェックインカウンターで、チェックイン、ね、していきたいと思います。もう人が並んでおりますね。それでは行ってみたいと思います。それではね無事チェックインすることができました。今回も NH110 便ですね。座席はビジネスクラス 10H となっております。今回はね、優先、保安検査場を利用できますので、そちらでね制限エリア内の方にね行きたいと思います。それではね、無事出国審査を終えました。これからね毎回ね ANA ラウンジに入れるんですけども、今回はね、おそらく、混み合うと思いますので、ティアットラウンジの方にね行きたいと思います。それではねティアットラウンジの方に着きました。ちょっとね白飛びしてるかもしれないんですけども、こちらね MI カードゴールド、 MI カードゴールドプラスでね入ることができます。でここのねラウンジの、解説動画ね別に出しておりますんで、そちらね参考にしていただければなと思います。それではねラウンジの方出ました。まさかなんですけども、今回、ね、こちらに今2時間ぐらい滞在させていただいたわけなんですけども、なんとね、私のね YouTube 見ていますっていう方がね、声をかけていただきました。いやびっくりですね。いや私まだチャンネル登録数全然だと思ってたんですけども、いや嬉しいですね。しかもその方も SFC 修行中で、私のね動画で紹介しているルートをね利用しているということで、かなりね嬉しかったです。いやこんなことあるんですね。そろそろね搭乗時刻となりましたんで、搭乗口の方に行きたいと思います。それではね搭乗ゲートの方に着きました。本日乗る機体はあちらですね。いやーザルーム、初めて乗ります。とても楽しみですね。今羽田空港はね来た時は雨降ってなかったんですけど、今はかなり雨が降ってみるみたいですね。今のところ遅れ等々はなそうなんですけども、どうでしょうか。このまま無事飛んでくれることを祈ります。それではね搭乗開始するまで、ここら辺で待ちたいと思います。それではね、搭乗開始しましたので、搭乗していきたいと思います。それでは、搭乗することができました。今回は 10H という座席となっております。いやーこれがザ・ルームですね。こんな感じでお願いします。いやー広いですね。前側ですね、こちらに足が伸ばせるようになっております。で下にね手荷物入れ
で、こちらにもね、ここは物を置いちゃいけませんと書いてありますね。で、クッションと枕と、マットレスと毛布ですね。あとヘッドホンとスリッパですねがあります。で、アメニティはグローブトロッター貼ってます。こちらはまた色が、ね、違うやつがいただけました。で、こちらですね、こちらがテーブルになってるんですね。で、モニターかなり大きくなりました。で、ここにあれなんですね、雑誌類が入っていて、ここに、ね、鏡とかもついてますね。で、物入れもちょっとついてます。で、下に HDMI 端子もついてるんですね。すごい。あと、USB と、電源ですねがついております。それではね、Boeing 777-300 ですね、飛行機は同じなんですけども、中が変わったっていう感じですね。座敷の横にはこれは何でしょうかね。あとでちょっと押してみたいと思います。で、ここはね、完全に閉まって、プライベートルームが保たれるっていう感じになってます。いいですね。座席にはね、こんな感じで、ザ・ルームですね、シートガイドが載っておりますね。かなり設備がすごそうですね。でね、ここにリクライニング等々の、ボタンがありますね。ちょっとこれもしてみないとよくわかんないですね。いや、すごい。まあ座席はこんな感じでしょうか。窓はね、2つ楽しめる感じとなっておりまして、まあ、今日は、ね、あいにくの雨なんですけども、はい、はい、こちらにはね、離陸の際に物を置けないということでした。上にしまうか膝の上っていう形になるみたいですね。で、下は、靴は下に入れて OK ということを、CA の方にね、説明を受けました。で、シートベルトなんですけども、こういう感じで三点式っていう感じになってますね。ちょっと締めてみます。シートベルトを締めてみました。こんな感じでね、ここから引っ張って、ここにね、こういう感じで三点式となっております。ちょっとね、これ慣れるまでで、やりづらいかもしれないですね。ここが伸びますんで、で、こちらの方に、引っ掛けてつけるっていう感じですね。車のシートベルトみたいな感じですかね、感じ的に。でも本当に今までのシートベルトと、だいぶ違う感じとなってますね。それでは、もう間もなく、飛行機を飛びます。で、ウェルカムドリンクいただきました。いただきたいと思います。ありがとうございます。これにジュースです。それでは、ね、離陸するまでもうしばらく待ちたいと思います。それではね、まもなく離陸となります。
すぎてこの状態なんですけども、このこっち側にね、もう一人座れますね、これ普通に。いやこれむちゃくちゃ広いですね。今までの ANA のねビジネスクラスとはもう全然違いますね。で、まあ、難点っていうわけじゃないんですけども、この離着陸の際はね、こちらの左側のドアがね閉めることができないので、お隣さんと普通に目が合う。でちょうどね、私がこの席に座って、ちょうど斜め左の前の方は、後ろ向きの座席っていうのもあるんですよね、この、ザルームっていうのは。なので、その反対向きの斜め向かいにいる人とも、目が合うちょっとね、気まずい時間帯では、気まずい時間がねちょっとありますかね。まあもちろんね、その人の体勢とかにも、ね、見えたり見えなかったりするんですけども、まあ、そういうのも、ね、ありますから、ね、ちょっと今までの前のねビジネスクラスでね、まあちょっと見えたりっていうのはするんですけども、目が合うまでは、ね、ほとんどなかったんですけども、このザルームに関してはちょっとね、離着陸の際は、ドアが閉められないっていうこともありますので、そういうのもね、知っておくといいのかなと思います。12時間のフライトね、楽しみたいと思います。で今回もね、前回のビジネスクラスで、ね、サービスされている、銀だこ、こちらもねちょっと早めに、客室の方に言って、予約みたいな感じなんですかね、前回も言った時にはありませんって言われちゃったんで、一応ね聞いてみたいと思います。飛行機の上で銀だことかいいですよね、食べたら。それでは、12時間で、楽しんでいきたいと思います。こちらがザルームのモニターです。かなり大きいですよね。何と比較していいかわからないんですが、今までのビジネスクラスより 1.5 倍ぐらい大きくなってるんじゃないですかね、まあ、感覚ではありますけど、こんな感じのモニターとなっております。それではね、アメニティの方を開けていきたいと思います。こちらスリッパですね、色変わったんですかね、今回白じゃなくて灰色のスリッパになっています。あとこちらですね、これは可愛いケースですね。ではちょっと開けちゃいますね。それでは開けました。今ビニールとチャックだけ、ね、開けた状態です。こんな感じですね。 ANA の文字が入ってて可愛いですね。で入ってるものはまあいつも通りだと思います。アイマスクとイヤホンと、こちら雪肌精の、乳液とかですかね。あとこちらが案内の紙ですかね。マスク等と歯ブラシは、あ入ってるのかな、はい入ってますね。歯ブラシが入っております。まあ、こんな感じですね。それではね、お手洗いに来ております。ここにね、マウスウォッシュとか歯ブラシで、こちらはボディシートみたいな感じですかね、フェイスボディシートですね、こちらにあります。いやトイレもやはりピカピカですね、すごい綺麗、なんか新しい感じの、新しい匂いがやっぱりしますね。でこちらね、おむつ台とかもありますね。で、右手にはウォシュレットもあって、こんな感じのもあります。で後ろ側にもこんな感じで鏡が配備されてるんですね。まあ、そこまで大きくはないですけどね、いやピカピカで気持ちがいいですね。それではね、リクライニングを倒してみました。こんな感じですね。で今ね、目いっぱい足を伸ばしている状態ですね。それでも、奥に足がつかないですね。かなり広いですね。いやこれはゆっくり寝れそうな感じがしますね。こちらが、上の方ですね。
どうですこの広さ。今ねちょっと足元にカバンを置いてるんで動けないですけど、こっちまでね、こんな感じでかなり広いですよね。今日ね、この後少し髪取ると思うんですけど、その時はね完全にあのシートとかも、シートじゃなくてマットレスとかね、引いてね、休みたいと思います。でもこれすごいですね。足がほとんど届かない状態からの、この感じいいですね。それではね、ザ・ルームということで、個室にしてみていきたいと思います。ここにねボタンがあります。おーすごい、すごいですね。こんな感じで上がります。でこちら側にもねこういう風にボタンがあるんですよね。押すと、いやー部屋になりましたね。ちょっと隙間が空いてる程度。いやーこの個室感はすごいですね。飛行機の中とは思えないですね。それではね、まあ、ちょっとこれ必要なのかはわからないですけど、ちょっとオープンもしてみたいと思います。ここに書いてありますね、閉めるのは自動なんですよね。ここのボタンを押すだけで閉まるんですけども、開けるときは、ね、手動でこういう感じで、開けるみたいですね。ちょっとね反対側に、他のお客様もいますので、ね、実際にはやりませんけども、開けるときは手動っていう、ね、感じになってですね。いやこれはこれで面白いですね。ちょっと隙間があったりしてこんな感じとなっております。いや楽しいですね。
してたんですけど、なかなか始まらなかったですね。で、テーブルクロスが来てからちょっと経ちましたね。この状態でずっと待ちながらこうやって寝てました。
垂直だと寝づらくてちょっと立ててる状態なんですけども、この状態でこの今こっち側から、ね、ライトが立ってるわけですけども、このライトをね、こっち側からとこっちとまたもう一個、ね、後ろにあるわけなんですけども、これは、全てね、このボタンで操作することがで、このボタンで操作することができます。でこれ今ついてますよね。今カメラの後ろ側から出てるんですけど、これを何回こすと、まあ、強くなったり弱くなったりしてます。で、まあ、消えたりね。で反対側を押すと今度はこっち側のライトがついて、これもねついたり消したりができます。でこのライトを押すとこっちですね、左前のライトがつきます。でこれも強くなったり弱くなったり消したりできると。でこのボタンはですね、このモニターの下見えてますかね、モニターの下のライトです。間接照明って言うんですかね。でまあそれ以外のね、これのボタンはまあ分かりやすいと思うんですけども、まあ、これは座席を前後するボタンで、まあフルフラット、こちらは通常の座席に戻す、あとこちらは食事の状態にするみたいな感じで、ボタンでもできるし、まあ、このちょっとねコロコロっていうんですか、こういうのでも動かすことができます。まあ、非常に多機能になっているので、ちょっとねここら辺がちょっと分かりづらかったので今回ちょっと解説入れました。もしよかったらライトをね寝ながらスマホをいじりたい方な、ね、読書されたい方なので、ね、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。ですので、もしね、利用されたい方は早めに
だね、これ東京からニューヨークの便でしかまだサービスされてないんですよね。ですのでニューヨークから東京の便はですね、これ銀座ってのはありますので、その点だけね注意してください。
ソファーに座ってるみたいな、そんな感覚で、いることができるのは本当に楽です。それでは着陸、あと10分ぐらいで着陸となります。それではね、そのまま入国審査となりますので外で話したいと思います。それではね、JFK 空港到着いたしました。入国審査もですね、とても空いていて本当に1分2分ぐらいで、終わって、で荷物もね、すぐ出てきて、こんなこと初めてですね。降りてから本当に5分ぐらいで外に出れました。で今回ね、東京からニューヨーク、ザ・ルーム利用させていただきましたけども、本当にね、今までのビジネスクラスとまた全然違いました。かなり快適な、空の旅となりました。今回ね、こんな感じで終わりたいと思います。これ動画面白かった、役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。